なんてことない島のラーゼンボーデンっていうなんてことない村、そこでなんてことない私は暮らしている。なんてことない日々を変えたいと焦がれながら、私はライザ・リンシュタウト、通称はライザ、なんてことない農家の娘。私は今日も京都で屋根裏にある私の部屋で仲間たちと密かな計画を話し合っている。この退屈ななんてことない日々を打ち破る痛快で素晴らしい計画を実現するために、歓喜も迫る青くて深い夏の空は絶好の冒険日和だ。お父さんが毎度麦の気持ちを考えろって言うから、つい私麦じゃなくて人間だよって答えて。わかってるよ、母ちゃんの方に怒鳴られたんだろ。おっかねえからな、ミオさん。そんなことより見てよ、ほら少しは意味がわかりそうな図入りの本があったんだ。またせっかく古い本が地下で山積みになってても書いてある文字が全然わからないんじゃね。しょうがないだろ、ひいじいさんが読み方をじいさんに教える前に死んじゃったんだから。それでも解読しようと食い下がる執念には感心するよ。おいタオ、せっかくの本が汚れてるじゃねえか。うん、来る途中ボーストランバーに見つかってさ、足を引っ掛けられたはずみで泥の中に。あいつら威張り散らすだけならまだしも、しつこくしつこく嫌がらせまで。村の水源を握る有力者様のお坊ちゃんだからな、村の奴らはそりゃ誰も逆らえねえよ。やめやめこんな話、今日の議題は島の外への冒険計画でしょ。まず自分が農作業の愚痴を言い出したくせに。怒るライザに触るな。島の外といえばよそから商人が来るのは今日だったんじゃないか。そうだね、村中その話で持ちきりだったよ。村の野菜を商いに来るんだっけ。外の商人か、私たちも行ってみようか。あ、その商人の到着を私たちも見に行くのよ。え、本当に対岸に渡るの？そんなの聞いてないよ。何言ってんのよ、
今日の議題は何だった？島の外への冒険計画。なんか火がついちまったな。こりゃマジで島の外に出ないと収まんねえぞ。冒険計画なんだから、まずじっくり計画を立て、船着き場に行ってこっそり小舟を借りて対岸の船着き場の近くで降りる。以上。諦めろタオ、こうなれ腹をくくって付き合うしかない。さあ、だらだら話してる暇も惜しい。待ってよライザー。待ちなさいライザー、またレントとタオを巻き込んでろくでもないことやろうとしてるわね。お母さん、まだ何もしてないよ。それじゃね、レント、タオも早く。失礼します。こら、たまにはお父さんの農作業を手伝いなさい。コップね、コップね、コップねがあれば対岸まではひとっ飛び。お前な、簡単に言うけど分かってんの？そうだよ、特にアガーテ姉さんに。守り手の中でも特に私たちにうるさいからね。大丈夫大丈夫。ああ、それで構わない。船着き場の方の手配はモリッツさんの指示でやりすぎなくらいにな。大商いは第一印象。こんな田舎の村に第一印象もないだろうに。ま、これも来客をもてなす。船着き場がどうこう聞こえたよ。まずい。確かに守り手は村の警備が仕事だし、アガーテ姉さんが船着き場、島の外への冒険もいきなり頓挫か。諦めてなるもんか。奥の手？もう諦めて帰ろうよ。いや、このまま帰ってもお母さんに怒られるだけだもの。それならせめて冒険しなきゃ。どういう理屈だよ。こっちよ、二人とも。アガーテ姉さんに見つからないよう、こっそり急いで。どこへ行く？この前、家の近くで秘密の船着き場を見つけたの。まさしくこの日のために用意されたような場所よ。は？ならなんで最初から。いいから早く。
どう？我が秘密の船着き場はちゃんと小舟もあるでしょ。ああ、あるにはあるな。ずいぶんとボロっちいのが。こんなオンボロで本当に対岸まで渡れるの？つうかここ秘密も何もおっさんどもが釣りの時に使う。だから小舟も最低限のオンボロしかない。ああもう男二人でグダグダと。冒険なのよ冒険。まあそりゃそうだ。僕はそもそもあんまり気が進まない。まずは対岸に渡るところから冒険は始まるのよ。街道をたどって先の先まで進んだり、みんなが怖がってる街道の西側にも入ったり。あの辺りは禁足地じゃないか。何言ってるのよ。冒険ってのはそういう場所をあえて踏み越えていくもんでしょう。それに北の山の果てに輝いて見えてるあの塔にだってでしょレント。ああ冒険して強くなって俺の実力を村の奴らに認めさせる。ああレントまで燃え上がっちゃった。分かったら行くわよ。なんてことない私は今日ついに一歩を踏み出す。当たり前の生活にないものを求めて島の外へ。噂の商人さんはまだ来てないみたいね。そうみたいだな。どうするんだ。何のんきなこと言ってんのよ。商人を見に行こうとは言ったけど一番の目的は違うでしょ。なんだっけ。もう島の外への冒険だよ。せっかくなんだから冒険しようよ。冒険だってどこに行けばいいんだよ。それもいいけど守り手の誰かと鉢合わせになってお母さんにバレる可能性が。あそこから森に入れそうじゃない。あそこ確か小妖精の森とか言ったっけか。本当に行くの。そんなの行ってみなきゃわからないじゃない。大丈夫大丈夫、早速冒険だ。ここが小妖精の森？こんなに近いのに
村の人は誰も入らない。そう怯えるなって。船着き場の真横だぞ。どうせ弱い魔物しか出ないさ。冒険の第一歩からそんなじゃ先が思いやられるわね。わざわざこんな怖いことやってるの村でも。これが冒険に挑むってことよ。さあいつまでも喋ってないで。おう。嫌ってほど出会うわよ。腕試しだ、行くぞ。さあ行くぜ。こんなことでへばってたらお話にならないでしょ。よっ、一気にやっちゃおう。せい、いくよ。そこ行くよ。おりゃ、もう食らえるかな。
また一つ強くな、まだまだ強くなるよ。あーっとだ、一気にやっちゃおう。そこ今だ、行くよ、今だ、今だ、ちょっと、行くよ、出るな、そこ、これくらい当然さ。さあ、行くぜ。おりゃ、へい、そこ、行くよ、そこ、ねえな、そうそう、行くよ、おりゃ、そこ、そこ、連射、もう終わりかよ。さあ行くぜ。おりゃ、今だ、そこ、ティッ、ティッ、ねえな、行くよ、今だ、出るな、ねえな、そこ、そこ、行くよ、また一つ強、まだまだ強くなるよ。あーっとだ、ここは森の中にこんな開けた場所があるなんて。クリント王国の遺跡だよ。村にもいっぱいあるだろ。それほど大きくはないね。森の見張り小屋。おいおい、迂闊に走るなよ。キャー！あ、ライザー！たく、言わんこっちゃない。あたしはここだよ。だよな。じゃあ誰だ？どうでもいいでしょう。それよりも声が聞こえたのは森の奥からだった。あ、タオも行くぞ。ああ、ま、待ってよ。
か強そうだよ。襲われてる子を見て放っておけないじゃない。行くしかないわよ。助けを求める女の子を守って戦うか。一気にやっちゃおう。そこ行くよ。おや終わりかよ。よし、勝てたよな。うん、なんとかなったよ。もう、本当勘弁し。あなた大丈夫？怪我とかしてない？うん、助けてくれてどうもありがとう。森で迷ってたらさっき災難だったね。とにかく森を出ちゃおう。森を出るってのは大賛成だよ。早く行こう。そう慌てるなよ。にしても初めてなのに俺たちなかなかうまくやってる。うん、女の子の危機を助けて帰還。レントじゃないけど。それじゃ急いで引き上げよう。おう。私はライザリンシュタート。ライザでいいよ。あっちはレントとタオね。適当な紹介だな。別にいいけどさ。私はクラウディア・バレンツ。旅の商人をしてるお父さんについて。もしかしてそのお父さんって村にやってくるっていう噂の商人さんだったりかもな。ところでさ、さっきから大事そうに抱えてるそれ。うん、これは。言いたくないなら別にいいよ。レントってば無神経だから。お前な。で、うわ、前ま。気をつけて戦わないと。今だ！せい！そこ！くそ！そこ！くそ！こっちの攻撃がき、ダメだ！そうは言っても、その逃げ道にこ来るぞ。いざとなったら俺が食い止める。そんなこと。確かにお前程度の腕では食い止めることすらできそうにないな。目をつぶれ。誰？
魔物が。あの強い魔物がほんの一瞬で。これが強い、そう思える程度の腕でよくこんなところに入ってきたな。それよりさっきのドカンってなったの、あれあなたがやったんだよね。あれは錬金術だ。まあ簡単なものだがな。錬金術？アンペル、悠長に話している場合じゃないだろう。標的をおまけ付きで発見したんだ。分かっている、リラ。お前たち話は後だ。まず森を出るぞ。分かった。こうなったら俺たちも船ぞ。錬金術、あんなすごいの初めて見た。なんだろう、冒険のこと考えるのと同じくらい今すごく胸がドキドキし。さあ行くぜ。今だ。連射。うめえな。今だ。おりゃ行くよ。そこ。うめえな。行くよ。切り裂く。そこ。そこ。うめえな。行くよ。そこ。行くよ。せえな。そこ。今だ。それそれ。さあどんどん進もう。さあ行くぜ。せえ。今だ。今だ。もう終わりかよ。一気にやっちゃおう。おりゃ行くよ。そこそこ。一気に行くぜ。もう終わりかよ。ここにもこの花が咲いているのか。ああ、ありがたいな。この花がどうかしたんですか。こいつは魔物の嫌がる香りを出すんだ。つまりここなら気軽に休息できるという。
まったく、お前たち悪ガキ3人組は。ごめんなさい。ライザたちを怒らないであげてください。3人が来てくれなかったら私は魔物。そうだな、私たちは駆けつけるのが一歩遅かった。でもすごく強い魔物から私たち全員を助けてくれ。そう、そうなんだよアガーテ姉さん、ドカーンってすごかったんだから。お前は少し懲りろ。まあ良いではありませんか。お父さん。ルベルトさん、しかし。改めてアンペルさんとリラさん、それにライザ君だ、このジャジャウマ娘を助けてくれてありがとう。ごめんなさい。何、構いやしない。ここまで馬車に乗せてもらったお返しだ。探索と救助の報酬も別途で受け取っているしな。あなたたちも村に用心。私たちはクリント王国の遺跡調査をしていてね。確かに空剣島にはその手の、噂通りか。無理ならこの近辺で野宿するだけ。いや、うちの村の大事な客人を。そうか、ありがたい。大人の話って。まあ旅先でもみんなこんな感じだよ、世間体って。ライザ、お前は後で。早速友達ができたようでよかった。それでは村へご案内します。ようこそ。わからないこと、困ったことがあれば何なりとこのモリッツにご相談を。よろしくモリッツさん。ええ、このモリッツ、ええ、現在ここでは空剣。なんせこの空剣島独自。それにしても私たちが食べる分の余りを行。私はその、ええ、どうです、歓迎の宴を準備して私がご案内いたしましょう。あのお父さんと話してる声の大きな人が村長さんではないけど、村の顔役みたいな。人のいるところに口も手も出してくる。村長じゃないのに偉そう。お金もだけど、どっちかというとこんな田舎の島だと水を持ってる人が。田舎だなんて。すごく綺麗な島だよ。そう。ありがとう。ルベルトさんに言われたからじゃな。これからよろしくね、クラウディア。うん、こちらこそライザ。やれやれ、クラウディアも歓迎の宴にご出席。そりゃそうだよ、また会う約束はしたんだからいいじゃない。俺たちがひどい目にあった。ううん、黒字
何？まあここじゃ俺らくらいの年の。もちろんそれもすごく。よう、ライザとその他おまけども。ボス。誰がおまけだ。島を出た途端魔物にやられて。なんでそれを。守り手たちがみんな船着き場で痛い目を見てもまだそ。いい加減部をわきまえ。どけよ。俺たちはこれからも。おとなしくしてりゃいいのに。ライザ。突っ立ってねえで帰ろうぜ。する気にもならない。恥さらし、身の程知らず、いい迷惑か。島の外に出るって、そんなに悪いことなのかな。そりゃ今の私は、なんてことない私だけど、まず最初の一歩を踏み出さなきゃ、どんな遠くにも行けない。はぁ、あ。ライザー、またレントとタオが来てる。ん？お邪魔します。いつもすいません、ミオさん。今日も綺麗っすね。ライザ、ニュースも。ニュース？なんだ、まだしょげてたのか。もうそうだよ。何よ、古い本の図画ってのは。ど本当に違う違う。あの二人が旧市街に家を。錬金術。錬金術。何グズグズしてんの。行くわよ二人とも。まったく、元気になったと思ったらすぐこれだ。ま、部屋でボケっとしてるよりはいいだろう。話によれば、暴電地区から旧市街に入っ。
you